やっと私の番ですわ。次、うち。私の番だね。行くぞ。行くぞ。とう。やっと私の番ですわ。私の番だね。バカな子だ。次、うち。私の番だね。天空拳、天魔覆滅。やっと私の番ですわ。次、うち。Quack!
行くぞ。許せませんわ。今日は許せませんわ。このくらいで許して差し上げますわ。私の番だね。バカな子だ。行くぞ。天地方向有名山。何する？行くぞ。次、次。超必殺、ゴッキッド。ここまでだ、グロウ。さすがだね。やっぱり僕には勝てないよ。降伏してくれないか。降伏？僕が。ああ、それがダメなら撤退を。誰？いいな、ジェディ。まあ、この乱戦だからね。司令官に逃げられたとしても。笑わせないでよ、グロウ。降伏？それが嫌なら逃げるだって。なんで僕がそんなことしなきゃいけないのさ。だが槍はもう折れた。武器なしでどうやって。武器ならあるよ。こいつがね。ん？ヒューポン！お前、こわ、グロウ、衛星兵を呼べ、早く。バカな、なんで折れた剣なんて抜いた。俺を殺すつもりならもっとちゃんとした剣で。殺すわけないよ。そんなことしたらディシスに怒られる。だったら、なんで。もう、疲れたんだ。戦うことに。殺しても、殺しても、戦いは終わらない。セリアは、帰らない。グロウ。セリアの、戦いなんてもうしたくないよ。お前まさか。ごめんね、ヒューヒー。嫌な思いさせて。でもヒューヒーたち意外に負けたらセリアに怒られ。もういい、喋るな。ヒューイ、剣は。剣？セリアの剣は。これか。
ジュディ。衛星兵、まだか。待って。今。お待たせしました。負傷者は。もういい。え？遅かったよ。来るのが。ゲイカ、なんじゃ想像し。アルビダムが落ちたというのは誠ですか？今報告が届いたところじゃよ。グローはどうなったのですか？まさか。第四星部隊は全滅したそうじゃ。バカだ。シルエラがエスタを守りきってくれただけでも。待て、どこへ行くつもりじゃ。しまったこと。今すぐアルビダムへ向けて進撃し、グローの仇を。ならん。しかしアルビダムを落とし、ルシエラは今や破竹の勢い。今ここでお主の第一星部隊まで敗れたとあっては何とするつもりぞ。それは一時の感情で命を粗末にするでない。今は耐えるのじゃ。あれの調整が終わるまでですか？そうじゃ。しかしまだ時間を要します。それまでルシエルが待ってくれは。案ずるな。すでに餌は考えてある。餌？ん？ルシエラが喉から手が出るであろう餌をな。和睦？そう、和睦。和睦って何ですか？仲直りするって意味です。じゃあ隊長と戦わなくていいの？またみんなで遊べるんですか？はい、これがまとまったら。やったー、お祝いしよう。シルエラさん、お祝い。お祝いです。そうね、じゃあみんなで。じゃあ私用意してくね。ティアモです。もうすぐまたヒューイ様と。アルビダブ陥落により第四星部隊すら失ったインジラ軍はすぐさまルーシエラに対して休戦を提案。ルーシエラもまた休戦協定の詰めに入った。だが誰もが長きにわたる戦争が終わると疑おうとしないその裏側で黒い策謀が帯同していた。失礼します。用意はできたようじゃの。は、すでに最終調整は終了しております。あ、あ、あ、いよいよか。果たしてどこまで使えるかの。使えねば困ります。そのために我々は。まだ引っかかっておるのか？当然です。このようなこと騎士として勝つためじゃ。勝つためじゃ、デュシス。そのために時が必要じゃった。正直に申し上げてよろしいでしょうか？何かの結ぶつもりのない和平交渉、そして騙し討ち。そこまでして勝つ必要があるのですか？あ、あ、あ、トゲのある言い方じゃの。までして勝つ必要があるとは思えません。なぜそう思う？民たちは皆、一
来るべき平和を待ち望んでおります。このまま和睦を結んでもよろしいのではないでしょうか。いや、勝たねばならぬ。後の世のためにな。後の世？そうじゃ。このまま和睦にて戦を終わらせては変革を起こせぬ。変革？もはや年寄りの時代は終わらせねばならぬということじゃ。ともかくどうしても勝たねばならぬということじゃ。たとえ奇襲騙し討ちを行ってもですか。大事の前の勝事じゃよ。わかりました。ではこれより第一生部隊はアルビダブ攻略後リュートへ。いや、リュートへの進行はジブラ方面より行ってもらう。ジブラ？うん、そちらの方が警戒は薄いからの。ではアルビダブは誰か他の者に行かせる。ならば私がそちらに。ならん。なぜですか警官。ヒューイがおるからじゃ。お主がヒューイに会いたがるのはわかる。じゃが会わせるわけにはいかぬ。警官、わしはな、お主まで失いたくはないのじゃ。俺を？言うたであろう。年寄りの時代は終わったと。これからはお主たちの時代じゃ。俺たちの？うん。そしてその若い者たちの上にお主に立ってほしいのじゃ。芸家のお心、嬉しく思います。ですが私にはまだやるべきことが。ヒューイに会うと？はい、ヤツとは一度話を。グローのこともあります。グローか、あれはわしのミスじゃよ。あいつが死を望んでおることに気づかなかったな。グローが？セリアを失ってからな。あれ以降見違えるように勇ましくなった。じゃがそれが父を探しておったとはの。ヒューイに罪はない。それだけではありません。他にも、ではもう少し話を聞いてから決めてはくれぬか。話？そうじゃ、少しくらいは構うまい。どの道あれは逃げはせぬ。わかりました。うん、わしは先ほどこれからはお主たちの時代じゃと言ったな。はい。さてお主たち若者に速やかに権力を移行するにはどうすればよいか。武力で戦を終わらせればよい。武力で？そうじゃ。その時民衆が歓喜して迎えるのは英雄、すなわちお主たち武官じゃ。その武官たちの中で信頼できるのは誰か。お主とヒューイじゃよ。私とヒューイ？そうじゃ。ヒューイはああ見えて敏感なところがあるからの。はい、冷めて振る舞ってはいますが、人の心を読み取ることには優れていました。うん、じゃからこの国の過ちに気づくじゃろうと思っておった。もっともあまりにも早く気づきすぎわしの元を離れていったがの。過ちですか？世襲制は過ちじゃよ。警官、慌てることはない。わしらはあまりにもインジェラ様の教えに縛られすぎた。じゃがそうは気づいてもわしももう年じゃ。
自ら変革を望むことはできぬ。じゃがの、お主らは違う。キュウイは変革を恐れぬ勇気を持っており、お主は何が正しいかを見分ける目を持っておる。恐縮です。わしはの、お主ら二人が互いに信頼し合う友と知ったとき、これで安心して戦を終わらせることができると思うたのじゃ。わかるな、ジュシス。わしはすでにヒュイを失った。この上、お主まで失っては、誰に後を託せばよい。それは。この国の、いや、民たちのために、市場を捨ててはくれぬか。頼む。過ちを改めねばならぬ時が来ているのじゃ。承知しました。ですがヒューイは、アルビダブで足止めいたす。リュートには行かせぬ。足止め？別部隊での。じゃから安心いたせ。第一西部隊は直ちにジブラへ向けて進行します。グロン。ヒューイ、ここにいたのか。ジュディか。なんか用か？食事ができたから呼びに来たんだよ。そうか。またあの男のことを考えてたんだね。悩むのは勝手だよ。でも君がそんな風じゃあの子たちが悲しむと思うけど。君はもっと強い人だと思ってたけどね。買いかぶるなよ。俺はそれほど強くない。ヒューイ。な。だったら、私が支えてあげるよ。ジュディ。私でも、人一人支えるくらいの力はあると思うけど。ほら、行くよ。あの子たちが待ってるからね。